酵素とか大腸菌といったその細菌の力を用いて遺伝子組み換えを行うっていうサークルになっています。環境問題ですとかエネルギー問題といったものに対して遺伝子組み換えをした大腸菌や酵母を使ってその解決策となるような研究をしていくということを日々行っております。学部で実際にその実験が始まるのが2年生の後期からというふうな説明を受けていまして、でこのアイジェムに入ると1年生のこの前期からですね、もう入った瞬間から実際に本格的な研究ですとか実験に取り組むことができるっていうところが非常に魅力的だなと思って入りました。私は高校3年生の夏にオープンキャンパスに参加させていただいたときに、岐阜から世界に挑戦できるんだっていうふうに思いまして、それで私もぜひやってみたいなと思って参加させていただきました。岐阜大学に来た意味をなんか見出せないかなと思っていろいろ模索してたんですけど、その時にこのアイジェムっていうサークルの話を聞いて、すごいこう岐阜から世界にこう挑戦していくとか、こう生徒が学生が主体で活動しているっていうところにものすごく魅力を感じて入りました。 RNA ってもともと線状なんですけど、それを環状にしてよりよくタンパクとかを作って創薬につなげていこうっていうプロジェクトをやってたんですけど、それの発表でボストンに行った時にやっぱりこう世界って本当に広いなというか、すごい視野が広まるいいきっかけになりました。アイジェムでは生物に関する研究はもちろんのこと、プログラミングですとか企業との交流といったさまざまな活動を行っております。ぜひぜひ少しでも我々の活動に興味を持ってもらった方には入っていただきたいと思います。生命科学分野ですとか合成生命科学分野に興味のある人たちは、ぜひ入っていただきたいと思いますし、何ができるのっていうのが具体的に分かってない人も入ってみてから勉強してみて、あ、面白いな、これ自分の研究にしたいなっていうような発見があると思うので、少しでも興味があったら入ってみることをお勧めしたいと思います。自分から何かをしていきたいっていう人にはすごいおすすめのサークルかなというふうに思うので、ぜひ一緒に入って研究頑張りましょう。ぜひ一緒に岐阜から世界に挑戦できたら嬉しいです。来てください。